はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、ソニーさんの E マウントレンズ SEL2470GM2 をね、紹介したいと思います。はい、ついにね、 G マスターの標準ズームレンズのね、 F2.8 透視が新型に、ね、なりました。はい、これね、6月10日に発売されたばかりで、実売価格はね、G マスターですからね、お高いです。だいたい27万円ぐらいですかね。はい、で今映っているのはね、パッケージでございます。はい、G マスターレンズというだけあってね、黒いパッケージですね。ではね、付属品から紹介していきますけれども、今映っているのがですね、 2470GM2 のね、ソフトケースでございます。G マスターレンズということだけあってね、めちゃくちゃ高級な質感の高いケースですね。こういったソフトケースって使ってらっしゃる方いるんですかね、この付属品のソフトケースって。これね、いらないんですよねぶっちゃけた話。もしね、この純正のね、付属品のソフトケースを使ってるよっていう方がね、いらしたらね、コメントの方で教えてください。でね、まあこういった感じで、かなりね、質感もいいんですけれども、中をね、見るとこんな感じですね。はい、今もうレンズはね、取り出していますけれども、こういう感じでございます。で、一応ね、ソフトケース用のね、こういったストラップもついております。レンズキャップはね、このようになっております。 82mm ですね。なので、レンズ保護フィルターなどをね、取り付ける時も 82mm を取り付けることになります。で、この E マウントのね、リアキャップなんですけれども、しれっとね、リニューアルされています。知ってました？これデザインがね、微妙に変わったっていうのもあるんですけれども、しっかりとね、はめられるようになっております。はい、前のね、古いタイプはね、なんかキュッと、なんかにるって感じで締める感じだったんですけれども、これリニューアルされたね、キャップはしっかりカチッとつけられるようになっております。でね、2470GM2 のね、レンズフードなんですけれども、結構ね、お金がかかっております。まあ、こんな感じなんですけれども、まあ、もちろんね、ここにロック解除ボタンがありまして、なんとですね、フィルター窓がついております。このように、これをね、下にこうやってスライドするとね、パカンと穴が開きます。はい、こんな感じですね。なので、可変 ND フィルターをね、取り付けてる時なんかは、この窓からね、調節ができます。これはね、結構いいですね。そして本体のね、これが 2470GM の新型でございます。もうね、カメラに取り付けていますけれども、カメラはね、 α7-4 でございます。いやね、これめちゃくちゃやっぱかっこいいっすよね。デザイン的にはね、こう見ると結構ね、ラッパ型なんですけれども、やっぱりね、質感とかはね、最高ですね。今回のね、動画は 2470GM2 型の開封レビューということで、本体周りをね、中心に紹介していきますけれども、このね、2型の最大の特徴と言ってもいいと思いますけれども、やっぱりね、軽くなって小さくなったっていうことですね。まあ、1型と比較して、で、全長がですね、2型は 119.9mm なんですよ。で、1型がですね、136mm だったのでね、結構短くなりました。で、重さもですね、2型は 695g とね、700g をね、切りました。F2.8 透視の標準ズームレンズで 700g を切るっていうのはね、すごいと思います。これちなみに1型はですね、886g あったので、だいたいね、191g 軽くなりました。191g っていうと、スマホ1台分ぐらいね、軽くなったんですよ。いや、なかなかいいですね。ではね、フードを取り付けてみたいと思います。はい、フードをね、取り付けるとこんな感じでございます。結構ね、フードをつけるとね、どぎついですね。オラオラ系のレンズになりました。はい、でね、フィルター窓はね、底面になっております。はい、こんな感じですね。はい、でもちろんですね、これ内側に収めることもね、できます。はい、はい、こんな感じでね、外側、内側にね、収めることもできます。
リングはですね、レンズ先端からフォーカスリング、そしてここがですねズームリング、ここにね絞りリングがつきました。でボタン類なんですけれども、もうほぼほぼ全部入りとなっておりまして、真上とこのサイドにですねフォーカスホールドボタンがね2つついております。でね、フォーカスホールドボタンの下にオートフォーカスとねマニュアルフォーカスの切り替えスイッチがついております。でここを見るとですねアイリスロックがついておりまして、これをねオンにしとくと、例えばね A に合わせておくとこれロックされて動きません。でとりあえずね解除するとフォーカスリングはねこうやって動くんですけれども、こうやってねマニュアル調整するときの位置からロックをするとね、今度はね A の方動きません。 A までね行かないような仕様になっております。反対側をね見るとね、ここにですねクリック、絞りリングのねクリック繰り替えスイッチがついております。これはですねもう何度も説明しているんでね分かっていらっしゃる方もね多いと思いますけれども、これねカチカチカチっとなります。聞こえますかね。でこれをですねこの切り替えスイッチをオフにするとクリック感がなくなって、こうやってねスムーズに操作できるんで、オフにしとけばね動画などでねこのカチカチカチって音が入らないんでね結構使いやすいです。 2470GM のね2型になって目新しいねスイッチもついております。これなんですけれども、これはですねズーム操作感切り替えスイッチと言いましてね、ズームリングのトルクを2段階でね切り替えが可能となりました。これね結構嬉しい人多いんじゃないですかね。まずねどういったスイッチかっていうと、これねタイトっていうのとスムースっていうのがあるんですけれども、今ねタイトになってるんですけども、タイトだと結構ねズームリングをこうやって回すときめちゃくちゃ重いんですよ。要するにねトルクがね結構ありまして、回しづらいと言いますか、まあ言い方がね悪いですけれども重いです。なので持ち運ぶ時とかはねこのようにタイトにして、まあ固定する時ですね、固定する時なんかはねこのタイトに切り替えておいた方がねいいと思います。でもう一つねスムースってスイッチがあるんですけども、これはね非常に軽くなります。はい、なので、揺れをね抑えてズームをね変更したい時はね結構便利かもしれません。これね個人的にはね一番嬉しいねスイッチですね。それではですね実際にこのね 2470GM のね2型と α7-4 とね組み合わせて実際にね撮影してみたいと思います。はい、この映像がですね実際に 2470GM の2型で撮影している動画でございます。でカメラはですね α7-4 となりまして、設定はですね 4K の 60p となっております。で 24mm のねワイドターンで撮影しているんですけれども、 60p でね撮影しているんで若干ねクロップされております。ご了承ください。で ISO 感度はですね640に固定しておりまして、F 値はですね開放の F2.8 となります。でシャッタースピードはね50分の1ですね。どうでしょうか。はい、でねこの 2470GM 2型はですねよれるんですよね。ということでね恒例のこのプレイステーション5のコントローラーをね使って試しますけれども、ワイドターンだとですね 0.21 までよれます。めちゃくちゃよれます。まだよれますね、まだよれます。もうレンズにね当たってしまうぐらいまでよれますね。この辺りかな。はい、この辺りまでねよれますね。すごいですね。はい、今開放でね撮っております。はい、こんな感じですね。あとピント、オートフォーカスのねスピードをね試してみたいと思います。はい、こんな感じですね。オートフォーカスのねスピードは α7-4 でもね最大にしております。もうね早いっすね。はい、
参考としてですね、これが70ミリ側のテレタンですね。ちょっとね、おっさんがドアップになっているんで申し訳ないんですけれども、70ミリのテレタンでもですね 0.3 までね寄れるんで、もう一回ね、どこまで寄れるか70ミリ側でね試してみたいと思います。はい、結構ね 0.3 なので結構寄れますね。この辺りまで寄れます。はい、これがね70ミリです。ということでね、今回は2470のね GM 2型をね紹介してきましたけれども、いや、とにかくね小さくて軽いっていうのはね正義でございます。はい、これね標準ズームの F2.8 透視にもかかわらずですよ、これだけ小さくて軽いレンズっていうのはね他のメーカーではないと思います。いや、これは本当にね素晴らしいレンズだと思います。まあね、 G マスターということで価格はね結構張りますけれども、もうこのレンズさえね購入してしまえばほぼほぼのね、ほぼほぼの撮影ができるんじゃないのかなと思います。とにかく軽いんでね、持ち運びにも楽です。はい、これはねぜひおすすめしたいレンズですね。ということで今回はねこのレンズを紹介してきましたけれども、他にもですねいろんなガジェットをレビューしていますんで、もしよろしければチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは。